抜点です今日はこちら名古屋大学2024年理系第1問の問題をじっくり解説していきたいと思いますえ前回この問題を初見で解くという動画を出してましてそこでは話しきれなかったような詳しい答案の書き方ですとか細かいところを解説していきますまだ解いたことない方はここで必ず動画を止めていただいて自力で答案を書いてみてから解説の方に進んでくださいではいつも通り解説の大まかな流れと最終的な答えだけ確認してから詳しい解説に移っていきます まず括弧1、括弧1は微分して関数の増減を調べれば終了です。増減表書いてですね、極値というのが x イコール2のとき、極小値になりますけれども、f2 を求めて2ト2となります。括弧2、曲線外の点を通る接線の本数は接点の個数で判断するというのが定番の処理になってきます。今回もですね、x イコール s というところでの接線の式を考えるとこちらになります。s はプラスです。 でこれが T0 を通るよということで条件を立てるとこのような S についての二次関数が登場してきます。で細かい話としてはですね本当に接線の本数とこの方程式を満たす正の実数解 S の個数が等しいのかというのがすごく重要になってくるんですけれどもここの話は後で詳しく解説するときに話をします。で今回ですね点 P を通る接線がちょうど2本になるための必要十分条件というのが今の S についての二次方程式を満たす正の実数解 S が2個と。 なることですということが言い切れるのでそのような t の条件を求めるという流れになりますそれは回の配置問題でして正のところに2つ異なる実数解を持つ条件を考えていくと t 小なり -18 という答えが得られますではカッコ3、ん2回がアルファベータという整数回ですよとそうなるようなアルファベータの組を求めようということで解と係数の関係からですねこちらの関係式が得られます 詳しい論理の流れについては後で解説をしていきますが、t を消去して αβ についての不定方程式が得られて、因数分解することで候補を絞って求めていくと38、あと40という組み合わせ、2つが答えとなります。では、ここから詳しく解説していきますので、分からなかった部分とかもっと掘り下げて聞いてみたいところがあれば重点的に見てみてください。では、詳しく解説をしていきます。まず、fx、こちらですね。で、括弧1に関しては極値を調べようということで、 極値ということでまあ微分してですね関数の増減を調べていきたいと。で微分をする上ではですね、まあ、個人的なコツとしてはルート x がこんな感じで含まれているよりはですね x の何とか乗ってなっている方が微分しやすいのでこの形に直して微分をしていきます。で微分するとこちら。でこのあとはですね符号を判断する形にしていきたいわけですね。この後増減表を書いていきたいので同関数の符号が知りたいということで符号を判断できる形にするためには これかけ算とか割り算の形にしたいのでここからまた再度ルート x が含まれる形に戻していくとで通分してこちらですねここまでいくと符号が判断できて今回 x プラスで考えているので分母はずっとプラスですねということで分子の符号が変わりうるということで fx の増減というのは2でプラマイ切り替わって x が2より小さければ分母がマイナスなので f'x マイナスその後はプラスと分かるので減って増えるということで極値については x イコール2の時に極小値を取るということがわかります。ということで求める極小値は F2 ですね。で、求めてあげると2ルート2となります。これで括弧1が終了。では括弧2ですね。ここからがメインテーマとなってきます。点 P というのがまあ T0 ですよというふうに与えられていて、これを通る接線の本数がちょうど2本になるようなですね、T の条件を求めてねという話になってきます。 でこれはもう定石として知っておいた方がいいかなと思うんですけれども曲線線外のの点を通る接線の本数ですねこれ数3でも出てきますし実は数学2でもですねよく登場します。でこの発想としてはですね接点を自分で置いてあげて例えば曲線上のですね x イコール何とかっていう点での接線を引いてあげてその接線が考えている点を通るよっていうところでその接点についての意識を立ててあげてでその接点が何個あるかっていうことで接線の本数を判断すると。 いう考え方がありました、まあ、これ忘れてしまった方はですね、まあ、例えば数学3特攻ですとえ微分の接線っていうセクションの第2項で扱っているのでえそちらをぜひ復習してみてくださいで今回もそれに習っていきますと,ということで x イコール s え今回グラフ c っていうのが x プラスのところで考えているので s はプラスですねこれ後々聞いていきますで x イコール s っていう点での接線の式っていうのを求めますと、まあ、そうするとこれは普通の接線の方程式ですねえ通る点 で,1で求めたた F'x x に x イコール S を代入したもののででですすすねそれが接線の傾きですよという式ですでこれを整理していくと若干面倒くさいですけれどもこのような接線の方程式が求められます。ということでこれが点 t0 を通るつまり、まあ、グラフがあったときにですねこの x イコール s っていう点での接線の式を求めてあげてこれが t0 を通りますよとそういう S, s が何個あるかみたいいい話に持っていきたいとということですね今この直線の方程式を求めて t0 を通るよという条件を立てましたでこれ整理していきます s はプラスなので not=0 ということで両辺 s かけても同値ですということでこれで今回あくまでも次数回 s の個数で考えていきたいということで s について整理をしますということでこちらの s についての2次方程式が得られましたというところまではいけるかなと思いますで話はここからですね ぜひ理系の方でであればですねここまで頭が回るようにしてもらいたいなと思うんですけれども果たして本当に今考えたこの1という二次方程式これを満たす s+ なので正の実数解 s の個数ですねと点 P を通る接線の本数って等しいんですかという話を考える必要があります。えつまりですねこれ数学二の微分で見たことある方も多いかなと思うんですけれどもこういうケースがあり得ますね。ね つまり例えば4次関数とかでこういううねうねっとした形の時にですね例えばじゃあこの点を今青で×印をつけたこの点を通る接線を考えるという時にこういう状況がありえるかもしれません。どういうことかっていうと接線がですね曲線と2回接するという状況ですね。でその接線が考えている点を通るとなれば接線としては1本しかないんですけれども。 今考えている x イコール s のようなこの接点の x 座標っていうのが2個でできてしまうわけですね。ということは実数解の個数と接線の本数が等しくならないケースがあるわけですね。これよく複接線と呼んでますけれども、まあ、そういう状況がありえます。なので地名ではないんですね。でこれに関しては、まあ、グラフから明らかな場合はもうグラフよりとか、まあ、実践的にはですね、まあ、本番時間も限られているので、まあ、グラフよりってささって書いて、まあ、一応 考えましたよっていうことを残しながらですね実数回の個数で議論していくっていうのも一つの手ではあるんですけれどもで例えばですねグラフから明らかな場合ってどういう時かというと凸関数とかですねもう明らかに凸関数なのでこう凹凸変わらないよという時はこういう複接線みたいな状況ってありえないですよね一方の接線が2回接するみたいなことはありえませんなぜかというとまあちょっと感覚的な理解にはなってしまうんですけれども接線を引いた時に こう常に凹凸変わらないんであれば、まあ、常にこう離れ続けていくわけですよね曲線が。えなので、まあ、2回以上接することはないよねっていうのが納得できるかなとと思いいますということで今回もですね、まあ、突然調べてみようかなということで2階微分を考えますでこれでもし2階部分が符号が確定していてもう常に下に凸とか常に上に凸とか分かればですねもうグラフよりでサクッといけそうなのでちょっとこれを調べてみると。 これ前回の初見動画の時にですね、まあ、計算しているので詳しくはそちらを見てみてもらえたらと思うんですけど実は x 6を境目に凹凸が切りり替わります、まあ、つまり今回のグラフというのがですね括弧1で増減は考えていて x =2 でですね2ルート2という極小値をとってまた増えていくということは分かったんですけれども x 6で凹凸が切りり替わりますそれまでは下に凸なんですけれども。 そこから先は上に凸になっていきますまあ、ぜひ自分で計算してですね確認をしてみてくださいまあ、ちなみに x0 に近づくと正の無限大いきますし x プラスの無限に持っていくとやっぱり正の無限大に発散しますまあ、これも確認ができますなので下に凸とか上に凸っていうのはまあバシッと言い切れないわけですねえということでじゃあどうやってこの等しいっていうのを示そうかと実数解の個数と接線の本数等しいことをどう言うかっていうところなんですけど まあそもそも等しいのかどうかっていう点もありますがまあこれはですね変極点が1個のグラフ、まあ、今回のグラフもそうですけど、まあ、自分でグラフをいろいろ考えてみると納得できるかなと思います。ただこれはですねこう突関数の時と比べて答案で地名として書いていくのは少し個人的には飛躍があるかなと思うのでここでは今突関数だったらいいなと思ったんですけど変極点あったので。 まあグラフよりっていうのを諦めてちょっと別のアプローチっていうのを紹介したいと思います、まあ、前回の初見動画の時にも詳しく話をしてるんですけれどもさっき考えた S についての方程式が2次方程式だったということを思い出しましょうそうすると2次方程式を満たす正の実数解って高々かか2個なわけですねで今回考えているのって何がまずいかというと接線の本数っていうのが正の実数解の個数以下ですよねこれは大丈夫ですよねえつまり、 さっきみたいなケースであったとしても接線の本数が1本で必ずそれに対応する接点の x 座標っていうのは1個以上あるはずなので、まあ、1個じゃなくて2個になることがあるよって話はしたんですけど必ず接線の本数っていうのは実数回の個数以下になってるわけですね。まあ、今回でいうと正の実数回の個数以下になっているよとこれは言い切れます。 ととというところを踏まえるとですね、今回正の実数解って高々2個なので接線がちょうど2本になるような条件を今回考えたいんですけれどもそうなるためにはでも実数解って3個になりえないので確かにさっきの2次方程式を満たす正の実数解が2個になる条件と同値ですよねとつまり2個であるここの論理は分かりますか つまり今回接線の本本数がちょうど2本になるようななを考えたいとなんですけれどもこういう複接線の状況がありえるまあ今回は変極点1個なので実際はありえないんですけれどもまだそこ言い切れてないので実数数のの個個が2かかかかどうかこれで同なのかは分からないともしかしたら3個の場合でも2本になるかもしれないし4個の場合でも2本になるかもしれないんですけれどもさっき考えた通り方程式っていうのは2次方程式なのでそもそも 正の実数解 S っていうのはたかだか2個なんですよとなのでここが3個4個になる可能性がそもそもないんですねということで確かに接線がちょうど2本になるための必要十分条件っていうのは二次方程式を満たす正の実数解が2個になることですよということが言い切れますこれでロリーの飛躍なく確かに実数解の個数で考えていいよねっていうことが言い切れますとなるとあとは解の配置問題ですね接線の本数を方程式の実数解の個数の話に言い換えられました で二次方程式が2つの異なる正の実数解を持つ条件を考えればいいのであとは単なる2次関数の問題ですつまり左辺ですね方程式の左辺を GS と置くと平方完成してこちら、まあ、ここに関してはこの後の議論に関係ないので、まあ、めちゃくちゃ細かいアドバイスですけれどもこういうのは整理しなくて OK です時間がもったいないですで方程式の判別式 D とすると求める条件っていうのは判別式がプラスで軸がプラス で端点ですね今回で言うと G0 がプラスこの3つになりますこれで必要十分ですと、まあ、この理由はですねもう基礎的な内容なので自分で確認をしてみてくださいで一番上の式っていうのがきれいに因数分解できてこちらで数直線でですね状況をまとめてえ3つともこれかつで結ばれているのですべてを満たす部分ということで T 小なりマイナス18というのが答えになりますよろしいでしょうか旧定大レベルをですね目指す方は是非論理の部分も気を使って 自分の言葉で説明でできるように考えてみてみくださいではラストカッコ3ですね、まあ、これはこれでそこそこ重たい問題かなと思います今ちょうど2本の接線引いたよとでそれぞれの接点の x 座標ですねそれを αβ と置きますとで α 小なり β でしてかつ今回0より大きいところで考えているのでどちらも0より大きいという条件もくっついてきますなので括弧2の議論を踏まえるとですね接点の x 座標ということは さっき考えた ① ですねこの二次方程式の2回が αβ ですよということになります。でこういう整数解の問題で、まあ、よくありますけれども解と係数の関係がすごく相性いいです。まあ、なぜかというとこのあと出てくるようにですね、まあ、不定方程式が因数分解で解ける形になってくるので結構相性いいことが多いんですけれども、まあ、今回もとりあえず解と係数の関係でですねこの関係式が成り立ちます。解と係数の関係であまり表に出てこないんですけどすごく大事なこととして これは必要十分条件なんですねつまりどういうことかというとこの s についての2次方程式の2回が αβ ですよということとこの2式が成り立つということが同値ということですねつまり逆に言えばこの2式が成り立っていれば αβ っていうのはこの二次方程式の二次数回になっているよということですこれは是非ですねその同値性については自分で確認をしてみてくださいなので まあ今回問題文で与えられていることとしてはこの2次方程式の2回がアルファベータですよということなんですが解と係数の関係で言い換えた通りこの2式これを満たす実数 t が存在するようなアアルルフファベータアルファベータはまあこの上のですね式を満たしないといけないんですけれどもこれを求めることっていうのがもう必要十分だよということですねこれをやればいいんだよということが分かります。よろしいでしょうか まあこれがですね、もし条件としてこう広がっちゃったりしてると、まあ、この2つをもとにですね求めた αβ っていうのがじゃあ最初の情報もちゃんとクリアしてますかということを確認していかないといけなかったりするんですけど、まあ、解と係数の関係で出てきた式っていうのがそもそも必要十分になっているのでちゃんとこれを満たすですね、実数 t が存在するような αβ を求めればそれで答えで OK ですよということです。ということで実、まあ、数 t 存在してくれればいいと。 ということで、まあ、t は値よくわからないですし t を消去すればアルファベータの条件が得られます。ということで、まあ、丸2からですね、まあ、どっちから消去してもいいですけれども丸2から t= イコールの形にして丸3に突っ込むとこちらですねとなりますで。先ほども話した通りこれがですね、まあ、よくある因数分解型の不定方程式になってます。まあ、アルファかけるベータっていう積があって、まあ、それぞれの一次式があってというところでこれは無理やり因数分解を行うことができます。 アルファマイナスにかけるベータマイナスにイコール16という形で整数問題っていうのはですねまあ掛け算に弱いってよく言われますけれども積の形にしてあげると解の組み合わせをグッと絞ることができて解けるよというのは鉄則ですねで解と係数の関係からその式を作りやすいっていうのがミソになってきますで今回はアルファマイナスにもベータマイナスにも整数でかつ値の範囲はこちらですね最初の0小なりアルファ小なりベータから従います ということで組み合わせとしては116と28しかないです。等しくなれないので44もダメですし α ス2の方が小さいですしマイナス2より大きいということでどっちもマイナスになれないのでこの2つしかなくてその結果 αβ っていうのは38と40という2つの組みが登場してこれでフィニッシュです。でここからはですね細かい論理の話をしていきます。まあ自分も前回初見で解いた時にですねここちょっと迷った部分でしてちょっとゴニョゴニョっとしてしまったので。 ここでスッキリと整理をしておきたいと思います。どういうことを考えるかというと、アルファベータを求められましたよと。その時に括弧で t 小なりマイナス18っていう条件を出しているので、そのアルファベータをですね、この丸2丸3式に戻してあげて、t を求めて、t 小なりマイナス18を満たしているかをちゃんと確認しないといけないんじゃないのと思う方がいるかもしれません。まあ t 消去してますけれども。 基本的には、まあ、t 消去して出てきた式って必要条件でしかないのでちゃんと実数 t が存在するかっていうのを確認しないといけないのでまあ確かに、まあ、これを思いつきたくなるんですよねでもちろん確認しても OK ですでも実は今回ですねこの出てきた結論っていうのがすで、まあ、に必要十分になっていてつまり絶対に t 小なり1 8を満たすんですねでこれがなぜかっていうの分かりますかまずさっっきも話した通りですね、っていう2つの、 場合とケースの関係から出てきた式を満たす実数 t が存在するようなアルファベータの条件っていうのを今回考えてたわけですね。で、それっていうのはまこの丸四ここがまずそもそも同値になっています。これ納得できますかね？えなぜかというと、もちろん t を消去して出てきた式なので、まあ、実数 t が存在していればこの丸四式は成り立つということで、上ならば下はオッケー。下なら下ならば上はというと。 まあこの丸4を満たすようなんですね、αβ っていうものに対して t イコールマイナス α マイナス β マイナス6っていう形で t を定めれば必ずその t と α と β っていうのは丸2丸3を満たすので実数 t が存在するということで下ならば上も OK です。なのでまずここは同値です。これは納得できますかね。で、かつベー β っていうのが正の実数っていうもとで、まあ、最後結果が出てきたわけですね。38と40っていう。 ちょっと整理しててておくととこんなな感じになっていて、まあ、とりあえず αβ が3840であれば ○○3 を満たす実数 t が存在することはもうここは同値でつながったので言えるんですけれども、まあ、これが本当にこれを満たすのかっていうところなんですが実は○○三が満たされていればこれ解と係数の関係だったのでさっき話した同値性確認すると○○三を満たす正の実数解ベー β っていうものがあるんであれば それは、すなわち、元々の二次方程式が異なる二つの正の実数化を持つことに対応してくるわけですね。ここが解と係数の関係が必要十分。だからこそ、まあ、これが言えて、ということは、必ず。そのようなアルファベータに対して出てくる。実数 t。〇に〇を満たしている実数 t というのは、t 小なり、マイナス十八を満たしています。これは括弧にで確認しましたよね。つまり、話を整理すると、ここまで同値で〇に〇を満たす。実数 t が存在するのであれば、もうそれは自動的に。 t 小なり -18 を満たしていますなのでここはもう全て逆も成り立つことは分かっているのでなのでアルファベータ出てきたものっていうのに対して t の値を確認しなくてもですねもう自動的にマイナス18より小さいことは保証されているので今回に言うと逆を確認する必要はないと、まあ、もちろん確認しても OK ですけれども必ず満たしてますよということが保証されていますはい、いかがでしたでしょうかまあ、括弧1は まあボーナス問題ですかね第一問の括弧1ということで、まあ、単なる計算問題で括弧2括弧3が本番かなと思いますけれども、まあ、表面的に解くことはできるかなと思うんですけれどもやっぱり論理の部分ですねぜひそこまで意識を持って解けるようになるといいかなと思いますので、まあ、そもそも何が論点なのかというところとそれをどういう日本語でですね説明しているのかというところを含めてぜひ自分の言葉で納得をしてみてくださいでは今日もお疲れ様でしたありがとうございました